麺が6玉入ってるそうです。ほら油がルックこれよこれ。こんにちは、増渕幸男です。茨城ペロリセカンドシーズン始まりました。茨城県常総市にやってまいりましたが、今回お邪魔するお店はラーメン力丸さんでございます。今回いただくのはこちら、食べて味噌のペロリエディションでございます。イエーイ。麺が6玉入ってるそうです。それでは気になる重量を測ってみたいと思います。いや、いやこの時点で本当に重い。はい、出ました。 3.480、約 3.5 キロです。セカンドシーズンに入ってからは過去最大、ということで早速モンスター級をいただきます。ちょっと早速スープからいただきたいと思います。あ、おいしい。まろやかな味噌に背脂が抜群に合いますね。じゃあ麺をね、いただきます。中太の縮れ麺が、あ、よくこのねスープに絡んで、いやこれちょっと味噌の常識が変わりましたよ。あ、うまっ。これ味噌目覚めますね。こんな濃厚な味噌食べたことない。これはもう激ハマりの予感ですね。私流のラーメンルールがですね、このチャーシュー様をですねスープに沈めるんですよ。油がですねとろっと溶けたところをチュルッと食べるのが私流のラーメンの食べ方です。10分で麺を半分以上さらっと食べてしまいました。でもね本当に美味しいんですよ。あとですね、この取っておいた野菜がほらスープに染みてクタクタになって、あ、いただきます。ちょっとこれ美味しすぎる。ではここで前半に浸したチャーシュー様を、あー、いい感じ。ほら油がこれルックこれよこれ。いただきます。チャーシューすっごい美味しいですよ。ちょうどいい厚さで油のとろけ方が抜群ですね。チャーシューの家に住みたい。はい、これで麺はというか具は最後になります。うん、うん。では最後の一口でいいのかな。はい、ということでペロリ。いやー、ちょっと過去最高の重さだったんですけど、一番早く食べれたんじゃないかな。この背脂の量に対してうわ重いなっていう感覚は一切なかった。本当にコクがあって最高に美味しかったです。スープの量を減らしてくれればこれの倍次食べたいです。はい、ということでごちそうさまです。茨城ペロリでは茨城県内の撮影に協力してくれるお店を大募集しております。またその他にもあなたの知っているガチ食いグルメ情報もお待ちしておりますので、いばきら TV のお問い合わせフォームから送ってください。こちらになります。お待ちしております。